これ初見になりますので、はい、楽しみ、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。みんなも初めて見るっていうことですもんね。そうですね。おお、すごい、かわいい。あ、マジカル未来の歴代のコスチューム着てるんだ、すごい。あ、ほんとだ。中島さん、そろそろハードでもよかったんじゃないですかね。あ、ほんとですか、確かに。そのままノーマルでいっちゃった。みんながこの曲を聴くとマジカル未来を思い出すって言ってますね。歌いたくなっちゃう、一緒に。このハローハローのところがね、いいよね。確かに人がやってるともうちょっとあってもいいんじゃないって思っちゃう。失敗しちゃった。大丈夫だったんじゃない。ノーマルで行ってしまった。これ遊びながら喋るのって結構難しいので、多分中島さんと会話なかなか難しいですよね。いや、そりゃそうですよ、喋りながら、ね、はい、はい、でも楽しい。あ、でもノーマルだから大丈夫ですかね。そうですね、これがハードだったら多分余裕はないかもです。そうですね。え、中島さん、ディーバは何から遊ばれたんですか。あの PSP から。ゲームセンターはやってはいないですか。ゲームセンターも行ってました。あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます。すごい、めっちゃ話しかけられる。もうゲーセンとかは、なんだ、何時間ぐらいだろう。でも2時間3時間ぐらい行っちゃうぐらいハマってましたね。え、ディーバーアーケードですか。はい、そうです。あ、めっちゃ嬉しいですね。いや、なんかあのカードが嬉しくて、ミクのカードが持っていられるっていうのが嬉しくて、はいはいはい、めちゃくちゃ通っちゃいました。あのディーバーアーケードってこう楽曲募集とか、するんですけども、はい、それを採用された方に金ピカのカードを送ってるんですよ。なのであの持ってる方は非常にレアなので、すごい。開発にもそれあのいくつかあってですね、はいはい、あのサンプルで何個か作った変なカードとかもあったりするんですけど。逆に気になっちゃう。はい、あのそういう遊びをしながら作ってました、その金ピカカードに関しては。いいな、そうなんだ、スタッフさんだからできることですね。そうですね、なんか裏話しゃべりすぎに言っちゃいましたけど。あはは。あー、見つけた。でも本当難なくやってるのがすごい。、うん、ありがとうございます。なんてなんて。これをね、多分買った人たちはみんな遊べるっていうことですよね。そうですよね。できたー、できたー、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、とっても楽しかった。先行でプレイさせていただきました。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。